シュケリックビヒルからリートルシュケリックを望む。はるか遠方にアイルランド島が霞んでいる。シュケリックビヒルはアイルランド島の西方ケリー県の沖合1 6トルに位置する面積0.18平方キロメートルの岩山からなることを。英語名はスケリックマイケル。588年に標高2 1 8メートルの島の山頂付近にケルト人により、 修道院が建てられたという説があるが、確かな記録はない。1996年には、ユネスコの世界遺産に登録されている。島の位置と、その急瞬差により、現在に至るまで修道院はその原型をよく、留めている。アイルランドにおける初期キリスト教の僧侶たちは垂直に、切り立った崖の下に、石を積み上げて作った小屋で暮らしていた。シュケリックビヒルの修道院は、 823年のバイキング襲来にも耐えて、西暦1000年前後には、教会が拡張された。遅くとも1044年までに、聖ミカエルを祀る修道院になったとみなされる。その後100年ほどして、施設は放棄され、島には人が住まなくなった。西暦1500年頃になると毎年海が穏やかになる時期を見計らって巡礼が訪れるようになる。 1826年には、灯台が建設され、1986年には一部の建築物の修復が行われた。しかし、近年観光客の増加により、遺跡が損傷していることから、島への渡航が制限されるようになっている。アクセスは、アイルランド島西岸のポートマギーからの小型船のみで、中道院へたどり着くにはは600段の石段を登る、必要があるシュケリックビヒルには、 白活踊りの世界で2番目に大きな繁殖地がある。このほか、マンクスミズナギドリ、ウミツメ、ウミガラス、大橋ウミガラス、ミツユビカモメ、フルマカモメ、ニシツノメドリといったウミドリが生息し、自然保護区に指定されている。2015年公開された映画、スターウォーズ、フォースの覚醒。2017年公開された映画、スターウォーズ、最後のジェダイ。 2019年公開された映画スター・ウォーズスカイ・ウォーカーの夜明けの撮影で利用された。スター・ウォーズシリーズの主要登場人物ルーク・スカイ・ウォーカーが陰性していた島という設定だった。石室見の子やこの世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。